サクッとやっていきたいなと思うんだけど、パッケージを見ておきますかね。表はね、ガルガドットさんご本人のお写真が入っており、まあワンダーウーマンのこのモチーフね、ロゴマークみたいなものが帯になっていると。で、サイドに筆記体でワンダーウーマンと。裏面はね、ただし書きみたいなもので、まあざっくりそんなもんかな。はい、上と下ね。はい、まあ開けていきましょう。あ、これ外せると思ったけど、これ、あれなんだ、テープで貼ってあるんだね。なんだ。これなくてもかっこいいんじゃないかなと思ったんだけど、僕ガルガドットさん大好きなんで、これ飾れますね。かっこいいっすね。では、トゥルース・ラブ・アンド・ジャスティスを外しましょう。こんなものね。これただの厚紙ですね。こんなことですか。はい。これはただの箱ですね。ワンダーウーマン、個人的に、特にワンダーウーマン1984、めちゃくちゃ好きです。近年月に何度も見ているのって、レディープレイヤー1とワンダーウーマン1984かな。パート1も面白いんだけど、ワンダーウーマン1984のちょっとバカバカしさみたいなところが賛否あるんだなというのは認識してるんだけど、個人的には逆にそのね、やっぱその80年代スタイルのファンタジックなノリとストーリーラインがね、よどみなく全編通して傑作だなと思ってます。中身はこんな感じになっております。手首の付け替えパーツであったり、美しいこのアーマー、ボディアーマー、真実の投げ縄、そして顔面エフェクトパーツもついておりますと。顔どうですかね、今回。ホットトイズ、僕これ何体目？ 3 体目か4体目か忘れましたけど。うわ、いいな。今見た瞬間の印象で言うと、思ったよりトーンがあれだね、暗いんだね。もうちょっと明るくてもよかったかなっていうのが最初の印象で、次に何を置いてもやっぱり顔面ですよね。まあみんなね、早い話、やっぱ顔面にしか興味ないと思うんで、似てるの似てないのってそこでしょ。似てる。だけど意外とね、顔面そんなに寄った動画がないんで、今回特に顔面をね、余すことなく見せておきたいなっていう。デコレーションマスターの顔面パーツっていうのが、意外となんか犬っぽい顔してるなと思ったんだけど、その犬っぽい印象はないかな。肌色が明るくないんで、絶妙にね、頬ラインとかにこうグラデーションかかってるんですよ。なので、質感がよく感じますね。じゃあ次はですね、紙ですね。ラメが入ってんすよ、なんか。テッカテカした小さいの入ってる。でね、黒じゃなくて、かなりね、思ったよりブラウンって感じ。若干そのコントラスト浅めなんですよね。画面で見ると黒に近いかもしれないけど、茶色いっすわ。もっと黒くても良かったかな、僕は。硬そうに見えて、実は若干柔らかいんですよ。こんなに柔らかいもん。この辺もこうやって柔らかいのね。この辺は比較的カッチガチですよ。毛先だってこんなにだよ。すごくね、これ。最高傑作なんじゃないの、紙の表現としては。で、今回ね、何かと話題になっているのが、プラスチックの素材ではなくて、シームレス素材っていうね、関節がとにかくないっていうね、柔らかいやつなんですよ。この露出の激しいワンダーウーマン、すごくだからボディライン美しく再現されましたっていう。ただあれだね、TB リーグっていう素材よりはですね、硬いね。結構弾力性がある。赤いボディアーマーをね、じっくり見たいけど、色は先ほども申し上げたかな、もうちょっと僕は赤くてよかったかなっていうか、ピンクっぽくて赤くっぽくてよかったかなっては思ってる。結構茶色っぽい赤なんだよね。ディティールの細かさ、申し分ないでしょう。ワシのマークみたいなやつもすごくよくできてる。で、この胸のね、バストの先端だったり、このお腹あたりはすれがね、表現されている。で、ここに W のまたマークがついてますよと。で、スカートはかなり柔らかい。何？昔からワンダーウーマンってこんなにペラペラなの？紙みたいな。紙ではないんだけどね、もちろんね。布なんだけど、こうやってね。後ろはこんな感じですよ。シリコン素材みたいな黒いパンツを履いてますね。腕と手首のパーツがこんな感じですよ。右腕、あれだね、傷の入り方が違うんだね。腰回りはここにね、後で縄をつけます。これは結構硬いんだね。太ももも硬いっすね。結構筋肉質なのかな？まあ、でも本当の皮膚みたい。ここより、こっちの方が若干浅い色になってる。膝当て、すね当て部分ですね。赤いアーマーと擦れたゴールド部分が相まって、とてもオレンジ色っぽい。ヒールはね、こんな感じになってますよ。裏面がこんな感じ。ざっくり取扱説明書も見ておきましょう。開けると、あ、こんな感じなんだ。てか、ティアラ外せるんですよ。そうだ、
ティアラ外した方が実は似てるんじゃないか説がありまして、これちょっと楽しみですね。はい、120度上がるらしいです。後ろに60度、そうですか。頭部の可動についてそんなに動かないってこと、横にはで前後には20度動きますよってことか。分かりやすいね。この問い説すげえ有能じゃないですか。肘の関節は40度曲がりますよとか、手首は20度曲がりますよとか、膝関節も80度曲がりますよとか、足首もねほら左右に触れますとか、体の軸が、まあ、若干ひねることができるってことか。うわーこれすげえ親切だね。こうやってね取説に書いてあったら壊すこともないし、これ投げ縄ちょっと一回外さなきゃいけないんだね。で早速これが手首に持たせる時のはみ出用みたいなもので、なのでこの付け替えの手首パーツにこう差し込んで、でこの握らせた状態で突き刺しますと。そしたらこうやってつながったような長い縄を再現できますっていうことなのかな。縄はほどくことができるんだけど、ほどくと超めんどくさそうだなこれ。もうほどかない、僕は腰につけようかな。ベルトがあるんでこんな感じで取れますので、縄をこうやって引っ掛ける。じゃあこれで完成ということで、僕も台座乗せますよ。台座がこんな感じ、保護シートはペリペリっと、かっこいい。で、はい、そしてこれをこう差し込みます。台座のポールにこんな感じですか。さっき取扱説明書あったじゃんこれ、ほら、はい、120度ぐらい上がるらしい。まあこういうことができますよと。肘はこっちに、ああいったー、はい、うわー、ああ足もこうやって上がるけど、これも80度も上がるって書いてあったでしょ。あれなんかはみ出てきたこれ何、これいるのこれ、えこれいらなかったのこれ、保護剤でしたいらなかった。これぐらい足とか動きますよっていうことですね。もうちょっといいでしょ、可動とかは。もうアンダーウーも専門外なんで、僕がただ好きだからやってるだけで。手首のパーツもざっくり見ときましょう。これがさっきの握り手ですね。この縄を持たせた手をちょっと広げ気味、これ何に使うかよくわかんないけど、うわーこれもすごいね、リアルだね。このグーの時があれか、手をクロスできるのか。うわ手のクロスだけやりたいか。よいしょー取れました。てか今もね途中までやっちゃったんだけど、意外とうまくいくわ。なんで右手はこんなにちゃんといったのに左手いかないの。折りそう、めんどくさ。あでもなんとなくできたじゃんほら。ちょっと待って、これ縄固まってるパーツ欲しいんだけど、誰か売ってくんないかな、固まってるパーツ。これ超めんどくせえわこれ、整えるのが。なんて言うんだろう、こうなんか枕を抱っこしてるガルガドットさんって感じがして可愛いじゃないですか。っていうかひどいねこれ縄の荒ぶり方がひどいんだけど、もういいわ、縄外しますわ。エフェクトパーツがこの3つついてます。こうやってねここにくっつくんですよ、ほらアーマーの。あ何これ、ちょっとなくしちゃうじゃない、ちょっとやめてよね。っていうかあれなんだね、ここにはつかないけどこの辺にだけつくらしい。肘のこう見えやすいところにこのエフェクトパーツが磁石でくっつくそうです。だからこの辺には磁石が入っていないということですね。はい、もう、ああ、もう早速落としちゃったわ。はい。まあそんなところですか。ああ、もうまた顔面の動かし方、あんまり動かないのかなと思いきや、動くわ。まあこんな感じで。動くな、動く。あ、めっちゃうちゃ動くわ。すんげえ横向いちゃった、ほら。まあさすがに上下はだからしづらいっていうことなんだね。うわ、ひねっちゃってるわ。大丈夫。でも全然シワがね、目立たないというか、全然シワの残りがないね。あ、ごめん、ティアラ外しなかったね。怖え。よいしょ、ティアラ外したらほらすげえ似てるでしょガルガドットに。うわこの眉間のシワがね、かっけえ険しいね。でもいいよねこれ、なくしそうだからこれずっとつけとこうよ。なるほど、ティアラするとあれなんだね、眉間のシワが目立たないんだね。なぜティアラを外した時にガルガドット味が増すかというと、このティアラが絶妙にねガルガドットさんの特徴的なこの眉間のシワをですね隠しちゃうんですね。だからティアラ外すと逆にこの眉間のシワが相まってご本人に似てるということなのかな。かわいい回です、確実に回です。今後ね価格がどっちに転ぶか分かんないけど、今んとこ3万前後でしょ、だから確実にこれゲットした方がいいっすわ。皆さん細かい動きとかは他のレビューさんが絶対ワンダーウーマンに関してはやってくれるはずなんで、そっちちょっと楽しみにしといてください。はい、まあとにかくね今日今回この動画については、とにかくフィギュアめちゃくちゃいいんで、じっくり見ましょうというね。なかなかねこうパーツパーツ、あのいろんなやっぱレビュー動画見ててもパーツパーツで紹介されるんで、意外とこう全身像とか顔面のよりってこうじっくり見る機会ないじゃないですか。今回ね、スタンリー・キューブリック商品でもないから、やっぱりワンダーウーマンでしょ。みんなが興味あるのって、本当にこのガルガドットに似てるかどうかっていうことだと思うんで、
ほんとね、余すことなく見といてくださいって感じ。ほら、似てるでしょ。とにかく似てますよ、はい、満足できます。画面で見た方が実は似てる生で見るとちょっとね、やっぱ昔の面影があるんだけど、昔の面影っていうのは昔のホットトイズのガルガドットの面影が若干あるんだけど、画面で見るとめちゃくちゃいいね。だから写真映えしますよ。写真撮りたい方はいいんじゃないですか。アンダーウーマン1984も本当面白かったな。パート1に関しても何回も見てるんだけど、一個だけプロットのね、メインの部分ですげえ気になる部分があるんですよ。なんでかなっていうところが一個だけあって、それが気になってね、何回見ても腑に落ちないというか納得がいってないんだけど、もうアンダーウーマン1984はね、本当に面白かったな。やっぱあの80年代テイストで、あの軽快な曲もいいし、ショッピングモールの時のあの曲とか、もうサントラ僕 YouTube でもう何百回も聴いてますよ。そのショッピングモールというその舞台設定自体がもう80年代アクション映画っていう感じで、あの風景を久々に見れただけですごく興奮しましたね。そのやっぱシュワちゃん映画だとか、ジャッキーチェンの映画だとかで、そこで繰り広げられるあの古き良きヒーローが人助けをするという、そして子供とね、あざとく、あのうざいなっていうぐらいこうアイコンタクトして活躍するっていう、あの場面めちゃくちゃいいよね。すげえ。でやっぱカラーリングがね、さらにこうダサくなってカラフルになったっていうのもね、ポイントが高かったです、僕の中で。だからザックスナイダーがね、個人的にそんなにザックスナイダー演出ってあんま好きじゃないんだけど、とはいえあの DC ユニバース僕好きなんですよ。圧倒的に DC 推しなんで。言っても僕ジャスティスリーグとかもすげー見てるし、とにかく最近の DC 映画って僕繰り返し何回も見てますよ。大好きです。その中でワンダーウーマン1984は本当に好きすぎてめちゃくちゃ見てますよっていう感じかな。そろそろあれでしょ、ワンダーウーマン1984、このホットトイズのフィギュアに関してもフィギュアレビューアーさんがあの乱立すると思うんで、基本的にそっちにお任せします。私はもうあのひっそりとあげたいなと思っております。めちゃくちゃいい。これで僕の中でワンダーウーマンのフィギュアはコンプリートしました。はい、なんかこうなるとゴールドアーマー欲しくなってくるよね。以上でございます。ありがとうございました。